はい、どうも、ナノフラワーでございます。今日は、数学の動画と、ボイズの動画もちょっと撮ろうかと思ってるんですけど、その前に、昨日ですね、新しい音楽ゲームがリリースされたということで、iPad 音ゲーをこよなく愛する私としては、ダウンロードせずにはいられないだろうということで、早速ダウンロードしてきました。ラノタという名前の、音ゲーになります。説明少し読みますね。台湾の音楽ゲームベテランプレイヤーたちが立ち上げたインディーゲーム開発チームが送る新感覚絵本風ロールプレイング音楽ゲームということですね。この世界では各地は原因不明の異変で色も音も失った。プレイヤーは主人公たちとなり、地図を探索し、音楽ゲームによる調律を用いて各地の正気を取り戻す。絵本に描かれたいろんな場所で進行する物語とともに、様々なアイテムと楽曲を集めようということですね。少し、どんな感じの音ゲーかということは見ましたが、なかなか酔いそうだね。そんな感じでした。アップストアで240円、2ドルで、今有料販売されております。有料パックも少しあるようですね。で、まだ中身は見ておりませんので、いつも通りのレビューという感じですね。ではでは、初めて開きます。アプリ自体は 530MB ぐらいでした。自分 iPad の容量は結構やばいので。めっちゃ綺麗。そう、iPad の容量が結構やばくて、16を買ったんですよ、3年前に。16を買って今もパンパンで1ギガ残ってないぐらいな感じになってます。人々は聖なる沈黙の中で歴史を学ぶ。聖なる沈黙の中で。チャプター0、メインストーリー。こだまする荒野の音。結構スコーリーじゃない、ストーリーしっかりしてますね。読んでいきますか。ある2エンテから250年の年月が流れた。世界はまるで停滞したかのようで、万物は静まり返っていた。黒と白はこの世界最後の色となった。なんか深いね。リツモの目にはいつまちの不安が残る。しかしフィリカの目は確固たる信念と希望で満ちていた。どっちが不死もで、どっちが、なんだっけ。信じているわ。私は信じている。怨霊に祝福されているあなたなら、あなたは多分主人公のプレイヤーさんたちですね。必ずまたこの世界に秩序をもたらすことができると。これがチャプターゼロと。フィシカとリツモの旅はここから始まる。地図の上のマークをタップして目的地を選んでください。結構日本語しっかりしてますね。ここ？出発の前にフィシカとリツモは研究室でノタリウム調律装置の最終シミュレーションを行っていた。シミュレーションです。ここに2人の冒険が記されていきます。これが難易度なんですね。なるほど、なるほど。今はこの曲しか遊べないみたいですね。146という感じで。ゲームスピードが、4か5ぐらいがいいんですかね。はい、わかりました。じゃあ、とりあえず4ぐらいで。で、どんなゲームかも兼ねて。とりあえず、ウィスパー、アコースティック、ウルトラですね。3段階になってます。で、多分、10段階と、確かアプリの説明に書いてありましたね。10段階だそうです。1から10まで。とりあえずやっていきましょう。Color of the world on your fingertips。なんかここに判定があって、ここかな？ここの線に判定があって。チュートリアルがあるのありがたいです。最高判定がハーモニーという名前らしいですね。フリック。ノーツが判定ラインと重なったとき、ノーツ上の矢印の方向にフリックする。こうですね。少し気になるのは、フリック音、クリック音じゃない、キー音があるんですね。
iPad 音ゲーでフリック音があるゲームって大体の場合は早めに叩かなきゃいけないので、判定調整があるとありがたいんですけど、まあこれはダイナミックスとかボイズとかにある、ボイズで言うとあの白いノーツ、ダイナミックスで言うと赤いノーツのことですね。まあいわゆるロングノーツ。スライドもあるんですね。チュートリアルはここまでです。ノーツの種類的にはタップと、まあフリックとロングぐらいですかね。あと長押し。押せばいいんですよね。判定がどのぐらい厳しいか。長押しは長押しっぱなしでいいみたいですね。あ、遅れちゃった。動く。案の定判定はちょっと早めですね。でも譜面は見やすいですね。これ置きっぱなしでいいのか。青いノーツは指置きっぱなしでいいみたいですね。ロングノーツは指置きっぱなしはダメなんですかね。あ、いいみたいですね。事前に置いといて、こうやってやっても反応してくれるみたいですね。やっている感じ、判定は結構緩いです。あとさっきも喋りましたが、キー音がオンになっていて、キー音を曲に合わせるので、タップするタイミングとしては少し早め。まあ、これは後で設定で変えられるかどうかは見てみます。まあ、おそらく理論チゲーになりそうな感じですね。オールコンボ。フルコンボじゃないんですね。オールコンボなんですね。AC とかぶりそうなね。ランク L と出てますね。まあいろいろ解禁があるようですね。ノタリウムって曲ですかね。の曲なのかアイテムなのか。ノタリウム調律装置。すごくイラストは、イラストとか、その、インターフェースっていうんですかね。この映ってる画面すごく綺麗です。あと譜面は見やすいですね。まあ難しい譜面はおそらく結構歯応えが、歯応え？手応え？歯応えがね、歯応えがありそうな感じです。ではでは、まあ、以上かな。まあそのうち動画の方も、もし撮れるのであれば、撮っていきたいと思います。一応こうやって判定が出るみたいですね。ハーモニー、チューン、フェイル。まあその音の響き具合の判定ですよね。ハーモニーってなんか、なんだろう。すごい広がりがありそう。チューンって言うと音みたいな、こう。伝わってないね。まあいいや。はい。では、音ゲーの名前忘れちゃった。なんだっけ。ラノタ。
という音ゲーのレビューでした。はい、では以上です。ご視聴ありがとうございました。